すごい形相ですよね。どうでしょう、これぐらいやりましょう。皆さんも毎回言ってんだけどね、もうラックの外に出ちゃったよ、うん、辛すぎて。ルル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 ルララララ。はい、どうも新宿2丁目最強のバルク高瀬文です。はい、じゃあ今日も情熱を持った素晴らしいワークアウトの動画解説を行っていこうと思います。はい。今日は、背中のトレーニングの、動画です。でおなじみデッドリフトをですね、まあ、正直このなんだ前日足トレやったんで足と腰にちょっと疲労が残ってるんで、まあ、相当疲労残ってるんで、デッドリフトやるか迷ったんですけど、ここでやんないとやっぱダメだよなって、やっぱ気持ちが負けちゃダメだよなと思って、別に怪我してるわけじゃないし、やっぱ持てる重量は持っておこうってことでデッドリフトやっぱりやりました。あ、これ音出てる、あ、ごめん。重量はこれ240キロでセット組んでます。はい。で、回数はね5回かな、6回目で確か、引けなかったと思います。半分ぐらいまで引いたんですけどね、これ5回引いたのかな、これ6回目。ああ欲しかったね。でもこれで6回目チャレンジしようと思った自分を褒めたいですね。だいたいラスト1回って気持ちがなんかちょっとでも慣れちゃうと、なんだろう、弾けるはずなのに弾けなかったりってするんですよ。うん、やっぱり最後の1回はね気持ちが折れちゃうと、もったいないんで、やっぱチャレンジした自分を褒めてあげたいですね。はい、よくやりました。疲れてる中ねよくやったと思います。でこれ2セット目ですね。あれあ245、6回やったのかな、まあいいや。でこれ2セット目の、ワイドグリップで行いました。デッドリフト180キロです。まあ、なんでワイドグリップにしたかというとですね、まあ、自分でもよく分かんないです。なんかこれはなんかどういう目的を持ってやってるかは自分でもよく分かんないですけどやるんです。変化を持たせるために行いました。はい、普段のデッドリフトはこれよりも半分ぐらいの、手の幅で握ってやってるんですけど、まあ、1セット目見て分かるようにですね。でこれはですねもう手の幅を倍ぐらいに広げて行いました。まあ、何が辛いかってすごく可動域が広がるんですよね。ですごいストレッチがかかります。でそう可動域が広くなった分1回に対するダメージも大きいし、深くまで下ろさなきゃいけない。で胸を張る時もきつい。でこういう同じ重量でも可動域に変化をつけて行うってことはデッドリフトの重量を伸ばすためにも必要だと思ってます。まあ僕は、まあ、今重量を伸ばしたいけど、まあ、そこまで伸びない、残念ながら。でさすがに最近ちょっと15キロ近く体重が落ちてきてですね、さすがにちょっと、重量が落ちてきました。デッドリフトで扱う重量が。はい、でも頑張るんですよ、落とさないようにね、なるべくね頑張ってやって、落ちる分はしょうがないですよ。うん、そこはもう割り切りましょう。はい、でこれ3セット目、デッドリフトこれも180キロです。でストップデッドリフトっていうのを行いました。ストップデッドリフトっていうのはなんか主にパワーリフターの方がやってますよね。まあストップデッドリフトっていう言い方が正しいかわかんないですけど、まあストップしてるんでストップデッドリフトっていうふうには僕は呼んでます。で1回1回置いたら脱力するんです。脱力してもう本当に力が入っていない状態からもう1回レップを繰り返すっていうのを続けます。でこれノーベルトです。ベルトをしてません。1セット目2セット目はまあベルトしてたんですけど、3セット目はちょっとベルトめんどくさかったんでもう巻くのやめました。でデッドリフトを行う時、まあ、こういう風に1回1回まあハーフレンジ、トップサイドデッドとか膝下から行うデッド、ラック内から行うデッドリフトでも言えるんですけど、一回一回脱力して力を抜いた状態から動作を始めるっていうのを毎レップごとやるんです。そうするとまた変わった刺激が来るんですよね。一回一回背中に力を入れ直すことができます。で一回力を抜いてまたゼロの状態から力を入れて動作を行うっていうのもめちゃくちゃいい刺激になるんで、デッドリフト飽きてきた人はこういうやり方もありですね。はい、重量は落ちるんですけど、それでも、重量イコール負荷強度を上げるってわけじゃないんで、こういうトレーニングもまたベルトをまた巻いてね戻した時に、重量が伸びるっていうこともあるらしいんで、ノーベルトスクワットもそうですけどデッドリフトもスクワットも、あと普段のトレーニングからベルトを巻かないっていう習慣っていうか期間を設けてやるとまた巻いた時に重量が爆発的に伸びるっていうことがあるらしいんで、そういうトレーニング期間を設けることも、筋肥大あと筋力を上げるためにも重要になってくるんじゃないかと思ってます。でこれストップデッドリフトは10回やりました。これ10回目かな。すごい形相ですよね。どうでしょう、これぐらいやりましょう皆さんも。毎回言ってんだけどね、もうラックの外に出ちゃったよ、辛すぎてもうじっとしてらんない。これで1セット目じゃねえ1種目目終わりです。はい、でこれ2種目目のラットプルダウンです。デッドリフトからのラットプルダウンっていうのは定番の流れなのかな。たまにはちょっと違う種目もやった方がいいかなと思います。なんかデッドの次はラットプルっていうのがもうなんか決まっちゃってるんで、なんかねたまには順番変えた方がいいね。ちょっとそれが悪いなと思った点です。はい、でラットプルダウンこれ59キロで行いました。20レップです。でなんだろう、これマググリップっていうのを使ってみたんですよ。なんか最近そのフィットネス界ではですね、マググリップっていうこういう変な形したなんだろうバーアタッチメントが流行ってですね、ちょうどこのジムにもあったんで使ってみました。使った感想はですね、何がいいんだかよくわかんないですよ僕。はい、みんな何がよくて使ってんのこれ。僕なんかやってて、別にこんな特殊な形をしたアタッチメントをわざわざ開発して作らなくてもいいんじゃないかなとか思っちゃったんだけど、なんかわざわざマググリップを買う人もいるんですよね。はい、僕のジムにもいるんですけど、友達の方でですね、ジム仲間の先輩の方で、買ってた方がいるんですけど、これは何がいいんだろうね。はい。でこれ、2セット目で重量70キロに上げました。実を言うとこれ実を言うとじゃねえな、1セット取り忘れちゃったんですよね。でこれが3セット目なのかな。はい、結構頑張ってやってます。もう一回同じようにやんなきゃと思って、この、ラットプルダウンは基本的に僕は、これも大雑把で背中全体っていう風な意識でやってるんですけど、あんまりヘビーなウェイトじゃなければ、引いた時にですね背中の広背筋を、背中全体を硬くさせる意識を持って行ってます。収縮させるって言ってますね。こうやって今耐えてるじゃないですか。ラストレップでは収縮させたところで思いっきり補助をさせるんです。保持っていうのはもう保つってことね。思いっきり収縮させた状態をキープさせて、5秒とか10秒とかっていう風にやるとめちゃくちゃ効きますよ。はい、これは他の種目でもできるかな。はい、レッグエクステンションとかで、これが3セット目ラストです。ラストでこれは70キロで12回で、これもマググリップなんですよ。マググリップの違う種類のマググリップ、これは見た感じストレッチメインを、ストレッチもさせやすいし収縮もさせやすいと思いましたけど、別にこんな特殊なグリップ作んなくてもいいんじゃねえかなと思っちゃうんですよね。やるんですけど。はい、ちょっとこれ重量重かったですね。そこが反省です。とっとこ食べるよはがたろう、どこでも食べるよはがたろう、大好きなのはバナナと卵。